ったねってお母さんに言われたんですけど、ここ竹林の場所だよお母さんって言いながら2人で、あのちょっとした坂道だったりあったんですけど、竹林の旅を楽しんできました。その後トロッコとかに乗って、竹林の先にトロッコがあったんですけど、トロッコに乗ったりと旅をしてきました。そして続いてもう1枚ある写真が雨の清水寺になります。こちら清水寺、やっぱり京都に行ったら一度はお母さんに言われて、まあ、お母さんはその40年前くらいの修学旅行でこちら清水寺に行ったそうなんですけども、私は本当に、まあ、ドラマとかテレビでしか見たこともないところだったので、もうワクワクしながら行ったわけです。Thank you.